皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、一平ちゃん、お店の焼きそば一平ちゃんとキムチご飯と朝揚げをいただきたいと思います。それではいただきます。じゃあ朝揚げ、朝揚げからね、よくかき混ぜて、いただきます。うまっ。一平ちゃん、いつもの一平ちゃんです。何のアレンジもしてません。やっぱりオリジナルが一番ね。うまっ。でキムチマヨ、マヨかけますね、いつものサラリア。美味しいっすね。いやー、最近ですね、歯茎が腫れてですね、歯槽膿漏みたいになっちゃったんですね。もう歯磨きっぱなしですね。腫れちゃうので、朝起きたらもうぽっこり腫れて、で歯磨いて、ご飯食べて歯磨いてってやってます。歯医者はね、行きたいんだけど嫌いなんですよね。
食べました。うん、まあ、嫌いだからといってね、行かないわけにはいかないんで。予約してね、近々行かないとダメですね。皆さんは歯医者さん好きですか？僕はですね、子供の頃ですね、なんていうのかな、前の歯医者さん、昔の歯医者さんってね、おじいちゃんがやってるようなやつは結構なんていうのか、強引っていうか荒っぽいのが多かったですね。今言ってるとこは違うんですけど、そういうのがね、トラウマになっちゃって、うん、うん、飲みました。皆さん、虫歯にはくれぐれも気をつけてください。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。